イオンボール、旭川駅前は、北海道旭川市にある複合商業施設。この項目では、併設している、シネマコンプレックスのイオンシネマ、旭川駅前、ホテルの JR イン旭川についても記載している。旭川駅周辺の再開発、北サイ旭川整備事業に合わせて、旭川ターミナルビル跡地に建設され、 北海道旅客鉄道が主体となってビルを設置し、イオンモールが北海道宇宙発出店として駅直結型の店舗を運営している。なお、各店舗のイオン、旭川駅前店の運営はイオン北海道が担当している。店舗の特徴として観光振興の取り組みがあり、1階のインフォメーションでは旭川総合観光情報センターと連携して周辺の観光案内や 公共交通機関の案内をしている。海外からのインバウンド対応では、館内フリー Wi-Fi や海外、冷凍冷蔵宅配サービスの導入、一部店舗で免税サービスを行っている。また、旭川観光基本方針に賛同して2015年1月29日に、旭川市とイオンとの間で、包括連携協定を締結している。同年3月5日より、 旭川和音カードの発売を開始し、このカードを通したお買い上げ金額の一部は、旭川市旭山動物園の魅力工場と、中心市街地の賑わい創出による地域経済活性化の取り組みに寄付する仕組みとなっている。さらに、隣接する平和通会物公園と連携した企画を開催することで周辺の回遊性を高める取り組みも行う。旭川駅からイオンモール。 旭川駅前へと直結する出入り口各店舗のイオン。旭川駅前店は北海道うち初となるイオンスタイルの店舗になっている。売り場は1階のみで食品と健康雑貨に絞られている。また札幌丸井三越が小型店ミプラザとして入居し2009年に丸井井前旭川店が閉店して以来6年ぶりに旭川に再進出した。イオンシネマ。 朝日川駅前はイオンエンターテイメント運営による映画館。北海道ではワーナー・マイカル・シネマズ時代にエベツ、オタル、北見、釧路に映画館を開業しているが2013年7月1日にイオンシネマズと統合してからは初の開業となった。北海道内での映画館の新規開業は2011年7月15日オープンの ジャガポックルシアター以来3年8ヶ月ぶり。また、旭川市中心部としては、2010年8月31日に、旭川東方が閉館して、以来4年7ヶ月ぶりの映画館となった。JR イン旭川は、JR 北海道ホテルズ運営によるホテル。施設の5階から11階にある。朝食に関しては4階の、グランファームビュッフェを利用する形をとっている。 客室その他同自動車道朝日川高須 IC より15分 JR 函館本線 JR 宗谷本線 JR 富良野線朝日川駅北口より徒歩1分詳細は公式サイトアクセスマップを参照イオンシネマ朝日川駅前に関するカテゴリー JR 院朝日川に関するカテゴリーありがとうございます